UX50BL 修理完了いたしました。現行感もありまして、とても長くお待たせしてしまいましたが、ついに完成いたしました。ヤマハの中でもとても高級な機種になります。この譜面台のところもこのように開けますと、この譜面台の後ろの方から、つまり前からも音が、聞こえてくるダイナミックな音になるタイプの譜面台になります。鍵盤の下に、このピアノちょっと虫食いの被害がありまして、引かれていなかった、使われていなかった間の、虫食いの被害にあったフェルトやクロスも、きちんときれいに交換してあります。とても弾きやすいタッチになっていると思います。では、この音色を最後にお聴きください。気持ちよく響く、素敵なピアノに仕上がったと思います。